の時代にこれだけすごい才能を思った子たちが一つのあの小さなスクールの中に凝縮してみんながいたっていうのがちょっとすごいことだなと。今までやってたことをやっぱり超えていきたいと思うので、今回はその世界を目指したいと。沖縄の子どもたちの才能のレベルって全国的に見てもやっぱりすごくて、沖縄をエンターテインメントの才能のメッカにしたいというか、オーディションで選んだ子たちを BB ウェーブスというグループとして育成していきたいと思っていて。いろんな才能と出会えたなっていうキラキラした原石がわんさかいて、もう世界に行きます、行けます、絶対に、はい。曲がバンバン跳ねててもみんな平気で、あの音に対してなんでこんなつまんない感じ、それしか感じないの。エンタメの世界で70点はダメ、感性で生きる世界で70点80点取ってもダメなの。今までその自分が恥ずかしいとかあったんですけど、もう自分を出すってことを頭に入れといてって感じなんですよ。めっちゃきついんですよ。めっちゃきついけど、自分の夢のために今後もずっと頑張ろうと思っています。Yeah.
この中のほとんどが歌唱経験はありません。そしてダンス経験がない子たちも半分以上です。たった1ヶ月でもこれだけのパワーをちゃんと子どもたちは出すことができます。それが才能です。皆さんも一緒にですね、この子たちの成長をワクワクしながら見守ってもらえたらと思います。私たちは世界という目標を掲げ、 BB ウェイブス、立派な BB ウェイブスになれるよう精進していきます。これからもよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。